第4レース一着となりました富山の表弘明選手です一着おめでとうございますありがとうございます最近一着多いですねそうですね、うん、何かこうきっかけみたいなのあるんですかちょっと練習であのハーハー言うようにしてますじゃかなり練習量を増やしたとハードな練習をされているということですか まあ練習量増やしたというよりはちょっとこう苦手な練習を、はい、ちょっと頑張ってやってみようかなと思って、はい、それが早速レースにつながっているってことですね。と思いたいですけどね。つ、は、な、い、がっているよという声も飛んでおります、今日のレースはいかがでしたそうです、ね、展開がよくなって、はいでまあ、いいタイミングで藤田君が仕掛けてくれたので、えー、後ろに後輩もついているのでしっかりついていかなきゃいけないなと思って、はい、ラインワン、ツー、スリーも決まりました。はい、一番いいい形だと思います さあ、今年はどんな年にしたいですか。そうですね。このままあの苦しい練習を続けて。一着、あの、少しでも目取れるように頑張りたいですね。拍手を飛んでおります。ぜひですね。またコーチでもお待ちしております。はい、頑張ります。ありがとうございます。おめでとうございました。表選手でした。